古代の起源。サッカーの起源は古代にまで遡ります。古代中国のケマリや古代ギリシャのエピスキュロス、古代ローマのハーテストゥムなど、いくつかの文化でボールを使ったゲームが行われていました。中世の発展。中世ヨーロッパでは様々な地域でモブフットボールと呼ばれる野生的なゲームが行われていました。ルールは統一されておらず、町や村ごとに異なるバージョンが存在していました。これらのゲームはしばしば暴力的であり、多くの場合教会や政府によって禁止されていました。現代サッカーの誕生。現代サッカーのルールが確立されたのは19世紀半ばのイギリスです。当時イギリスの学校や大学では異なるルールでフットボールがプレーされていました。1863年、イギリスで最初のサッカー組織であるフットボールアソシエーション FA が設立され、現代サッカーのルールが策定されました。このルールはロンドンルールとも呼ばれ、徐々にイギリス全土に広まりました。国際化とプロフェッショナル化。19世紀後半から20世紀初頭にかけてサッカーは国際的なスポーツへと発展しました。1888年には世界初のサッカーリーグであるフットボールリーグがイギリスで設立されました。1904年には国際サッカー連盟 FIFA が設立され、国際的な競技組織となりました。1930年にはウルグアイで第1回 FIFA ワールドカップが開催され、サッカーの世界的普及が加速しました。現代の発展。20世紀から21世紀にかけてサッカーはさらに発展を続け、世界中で最も人気のあるスポーツとなりました。テレビ放送やインターネットの普及により、サッカーはグローバルな観客にアピールするようになりました。多くの国でプロリーグが組織され、選手たちは高い報酬を得るようになりました。またサッカーは技術面や戦術面でも進化を続けています。選手のフィジカルや技術が向上し、試合のスピードや緊張感が増しています。またビデオアシスタントレフェリー VAR などのテクノロジーの導入により試合の公平性が向上しています。さらに女子サッカーも急速に発展しており、女子ワールドカップや各国の女子リーグが盛り上がりを見せています。女子サッカー選手たちもプロとして活躍し、多くのファンを魅了しています。現在サッカーは社会的な影響力も持っています。スター選手たちは広告や慈善活動で大きな役割を果たしており、多くの若者に影響を与えています。またサッカーは文化や政治の枠を超えて世界中の人々を結びつける力を持っています。サッカーの歴史と発展は古代から現代まで様々な段階を経ており、今後も進化し続けることでしょう。サッカーは世界中の人々に喜びや興奮を与え続ける普遍的なスポーツです。